太宰治作、富嶽百景。富士の頂角、広重の富士は85度、文鳥の富士も84度くらい。けれども陸軍の実測図によって、東西および南北に断面図を作ってみると、東西縦断は頂角124度となり、南北は117度である。広重文鳥に限らず、大抵の絵の富士は鋭角である。頂が細く高く華奢である。北斎に至ってはその頂角ほとんど30度くらい、エッフェル鉄塔のような富士をさえ描いている。けれども実際の富士は鈍角も鈍角、のろ草と広がり、東西124度、南北は117度、決して終伐のすらと高い山ではない。例えば私がインドかどこかの国から突然わしにさらわれ、ストンと日本の沼津あたりの海岸に落とされ、ふとこの山を見つけても、そんなに驚嘆しないだろう。日本の富士山をあらかじめ憧れているからこそワンダフルなのであって、そうでなくてそのような俗な宣伝を一切知らず、素朴な純粋のうつろな心に果たしてどれだけ訴え得るか、そのことになると多少心細い山である。低い、裾の広がっている割に低い、あれくらいの裾を持っている山ならば、少なくとももう 1.5 倍高くなければいけない。十国峠から見た富士だけは高かった。あれは良かった。はじめ雲のために頂が見えず、私はその裾の勾配から判断して、多分あそこあたりが頂であろうと雲の一点に印をつけて、そのうちに雲が切れて見ると違った。私があらかじめ印をつけておいたところより、その倍も高いところに青い頂がすっと見えた。驚いたというよりも、私は変にくすぐったくゲラゲラ笑った。やってやがると思った。人は眼前の頼もしさに接すると、まずだらしなくゲラゲラ笑うものらしい。全身のネジがたわいなく緩んで、これはおかしな言い方であるが、帯ひも解いて笑うといったような感じである。諸君がもし恋人と会って、会った途端に恋人がゲラゲラ笑い出したら軽縮である。必ず恋人の非礼を咎めてはならぬ。恋人は君に会って、君の完全の頼もしさを全身に浴びているのだ。東京のアパートの窓から見る富士は苦しい。冬にははっきりよく見える小さい真っ白い三角が地平線にちょこんと出ていて、それが富士だ。何のことはないクリスマスの飾り菓子である。しかも左の方に肩が傾いて心細く、船尾の方からだんだん沈没しかけていく軍艦の姿に似ている。3年前の冬、私はある人から意外の事実を打ち明けられ、途方に暮れた。その夜アパートの一室で一人でガブガブ酒飲んだ。一睡もせず酒飲んだ。暁雇用に立ってアパートの便所の金網張られた四角い窓から富士が見えた。小さく真っ白で、左の方にちょっと傾いて、あの富士を忘れない。窓の下のアスファルト道を魚屋の自転車がシックし、おう、今朝はやけに富士がはっきり見えるじゃねえか、めっぽう寒いや、などつぶやき残して、私は暗い便所の中に立ち尽くし、窓の金網撫でながらじめじめ泣いて、あんな思いは二度と繰り返したくない。昭和13年の初秋、思いを新たにする覚悟で、私はカバン一つ下げて旅に出た。甲州、ここの山々の特徴は
山々の起伏の線の変に虚しいなだらかさにある。小島雨水という人の日本山水論にも、山のすねものは多く、この土に占有するがごとし、とあった。甲州の山々は、あるいは山の下手者なのかもしれない。私は甲府市からバスに揺られて1時間、三坂峠へたどり着く。三坂峠、海抜1300メートル。この峠の頂上に、伝賀茶屋という小さい茶店があって、伊伏政宗氏が初夏の頃からここの2階にこもって仕事をしておられる。私はそれを知ってここへ来た。伊伏政氏のお仕事の邪魔にならないようなら、隣室でも借りて私もしばらくそこで占有しようと思っていた。伊伏政氏は仕事をしておられた。私は伊伏政氏の許しを得て、当分その茶屋に落ち着くことになって、それから毎日、いやでも富士と真正面から向き合っていなければならなくなった。この峠は、甲府から東海道に出る鎌倉王冠の章にあたっていて、北面富士の代表観望台であると言われ、ここから見た富士は、昔から富士三景の一つに数えられているのだそうであるが、私はあまり好かなかった。好かないばかりか、軽蔑さえした。あまりにおあつらい向きの富士である。真ん中に富士があって、その下に河口湖が白く寒々と広がり、近景の山々がその両袖にひっそりうずくまって湖を抱きかかえるようにしている。私は一目見て狼狽し、顔をあからめた。これはまるで風呂屋のペンキ画だ。芝居のかき割りだ。どうにも注文通りの景色で、私は恥ずかしくてならなかった。私がその峠の茶屋へ来て2、3日経って、伊伏政氏の仕事も一段落ついて、ある晴れた午後、私たちは三津峠へ登った。三津峠、海抜1700メートル。三坂峠より少し高い。急坂を這うようにしてよじ登り、1時間ほどして三津峠頂上に達する。ツタカズラかき分けて細い山道這うようにしてよじ登る私の姿は、決して見よいものではなかった。伊伏政氏はちゃんと登山服着ておられて、軽快の姿であったが、私には登山服の持ち合わせがなく、ドテラ姿であった。茶屋のドテラは短く、私の毛爪は一尺以上も露出して、しかもそれに茶屋の牢屋から借りたゴム底の地下足袋を履いたので、我ながらむさ苦しく、少し工夫して角帯を締め、茶屋の壁にかかっていた古い麦わら帽をかぶってみたのであるが、いよいよ変で。伊伏政氏は人のなりふりを決して軽蔑しない人であるが、この時だけはさすがに少し気の毒そうな顔をして、男はしかし、身なりなんか気にしない方がいい、と小声でつぶやいて私をいたわってくれたのを私は忘れない。とかくして頂上に着いたのであるが、急に濃い霧が吹き流れてきて、頂上のパノラマ台という断崖のへりに立ってみても、一向に眺望が効かない。何も見えない。伊伏政氏は濃い霧の底、岩に腰を下ろし、ゆっくりタバコを吸いながら、放屁なされた。いかにもつまらなそうであった。パノラマ台には茶店が3軒並んで立っている。そのうちの1軒、老屋と老婆と2人きりで経営している地味な1軒を選んで、そこで熱い茶を飲んだ。茶店の老婆は気の毒がり、本当にあいにくの霧で、もう少し経ったら霧も晴れると思いますが、富士はほんのすぐそこにくっきり見えます。と言い、茶店の奥から富士の大きな写真を持ち出し、崖の端に立ってその写真を両手で高く掲示して、ちょうどこの辺に、この通りに、こんなに大きく、こんなにはっきり、この通りに見えます
ントを懸命に注釈するのである。私たちは番茶をすすりながらその富士を眺めて笑った。いい富士を見た。霧の深いのを残念にも思わなかった。その翌々日であったろうか、井伏氏は三坂峠を引き上げることになって、私も甲府までお供した。甲府で私はある娘さんと見合いすることになっていた。井伏氏に連れられて甲府の町外れのその娘さんのお家へお伺いした。井伏氏は無造作な登山服姿である。私は角帯に夏羽織を着ていた。娘さんの家のお庭にはバラがたくさん植えられていた。母堂に迎えられて客間に通され、挨拶して、そのうちに娘さんも出てきて、私は娘さんの顔を見なかった。井伏氏と母堂とは大人同士のよもやまの話をして、ふと井伏氏が、おや富士とつぶやいて私の背後の投げ石を見上げた。私も体をねじ曲げて後ろの投げ石を見上げた。富士山頂大噴火口の長官写真が額縁に入れられてかけられていた。真っ白い睡蓮の花に似ていた。私はそれを見届け、またゆっくり体をねじ戻すとき、娘さんをちらと見た。決めた。多少の困難があっても、この人と結婚したいものだと思った。あの富士はありがたかった。井伏氏はその日に帰郷なされ、私は再び三坂に引き返した。それから9月、10月、11月の15日まで、三坂の茶屋の2階で、少しずつ少しずつ仕事を進め、あまり好かないこの富士山系の一つとへたばるほど対談した。一度大笑いしたことがあった。大学の講師か何かやっているロマン派の一友人が、ハイキングの途中私の宿に立ち寄って、その時に二人2階の廊下に出て富士を見ながら、どうも俗だね、お富士さんという感じじゃないか、見ている方でかえって照れるね、などと生意気なこと言ってタバコをふかし、そのうちに友人はふと、おや、あの創業のものは何だね、と顎でしゃくった。墨染めの破れた衣を身にまとい、長い杖を引きずり、富士を振り仰ぎ振り仰ぎ、峠を登ってくる50歳くらいの小男がある。富士見西行といったところだね。形ができてる。私はその層を懐かしく思った。いずれ、名のある焦燥かもしれないね。バカ言うなよ、小じきだよ。友人は冷淡だった。いやいや、脱俗しているところがあるよ。歩き方なんかなかなかできてるじゃないか。昔、農院法師がこの峠で富士を褒めた歌を作ったそうだが、私が言っているうちに友人は笑い出した。おい、見たまえ、できてないよ。農院法師は茶店のハチという飼い犬に吠えられて終生狼狽であった。そのありさまは嫌になるほどみっともなかった。ダメだね、やっぱり。私はがっかりした。小敷の狼狽はむしろ浅ましいほどに右往左往、ついには杖をかなぐり捨てて取り乱し取り乱し、今はかなわずと退散した。実にそれはできてなかった。富士も俗なら法師も俗だということになって、今思い出してもバカバカしい。新田という25歳の温厚な青年が、峠を折り切った学録の吉田という細長い町の郵便局に勤めていて、その人が郵便物によって私がここに来ていることを知ったと言って峠の茶屋を訪ねてきた。
2階の私の部屋でしばらく話をして、ようやく慣れてきた頃、新田は笑いながら、実はもう 2,3 人僕の仲間がありまして、みんなで一緒にお邪魔に上がるつもりだったのですが、いざとなるとどうもみんな尻込みしまして、太宰さんはひどいデカダンで、それに性格破産者だと佐藤春夫先生の小説に書いてございましたし、まさかこんな真面目なちゃんとしたお方だとは思いませんでしたから、僕も無理に皆を連れてくるわけにはいきませんでした。今度は皆を連れてきます。構いませんでしょうか。それは構いませんけど。私は苦笑していた。それでは君は必死の勇を振るって、君の仲間を代表して僕を偵察に来たわけですね。決死隊でした。新田は率直だった。昨夜も佐藤先生のあの小説をもう一度繰り返して読んで、いろいろ覚悟を決めてきました。私は部屋のガラス戸越しに富士を見ていた。富士はのっそり黙って立っていた。偉いなぁ、と思った。いいね、富士は。やっぱりいいとこあるね。よくやってるなぁ。富士にはかなわないと思った。年々と動く自分の愛憎が恥ずかしく、富士はやっぱり偉いと思った。よくやってる、と思った。よくやっていますか。新田には私の言葉がおかしかったらしく、聡明に笑っていた。新田はそれからいろいろな青年を連れてきた。皆静かな人である。皆は私を先生と呼んだ。私は真面目にそれを受けた。私には誇るべき何もない。学問もない。才能もない。肉体汚れて心も貧しい。けれども、苦悩だけはその青年たちに先生と言われて、黙ってそれを受けていいくらいの苦悩は得てきた。たったそれだけ。わら一筋の自負である。けれども私は、この自負だけは、はっきり持っていたいと思っている。わがままなだだっこのように言われてきた私の裏の苦悩を、一体幾人知っていたろう。新田と、それから田辺という、短歌の上手な青年と、二人は伊伏氏の読者であって、その安心もあって、私はこの二人と一番仲良くなった。一度吉田に連れて行ってもらった。恐ろしく細長い町であった。学録の感じがあった。富士に日も風も遮られて、ひょろひょろに伸びた茎のようで、暗く薄ら寒い感じの町であった。道路に沿って清水が流れている。これは学録の町の特徴らしく、三島でもこんな具合に町中を清水がどんどん流れている。富士の雪が溶けて流れてくるのだと、その地方の人たちが真面目に信じている。吉田の水は三島の水に比べると水量も不足だし汚い。水を眺めながら私は話した。モーパッサンの小説にどこかの霊場が貴公子のところへ毎晩川を泳いで会いに行ったと書いてあったが、着物はどうしたのだろうね。まさか裸ではなかろう。そうですね。青年たちも考えた。海水着じゃないでしょうか。頭の上に着物を乗せて結びつけて、そうして泳いで行ったのかな。青年たちは笑った。それとも着物のまま入って、ずぶ濡れの姿で貴公子と会って、二人でストーブで乾かしたのかな。そうすると、帰る時にはどうするだろう。せっかく乾かした着物を、またずぶ濡れにして泳がなければいけない。心配だね。貴公子の方で泳いでくればいいのに。男なら、猿股一つで泳いでも、そんなにみっともなくないからね。貴公子、金槌だったのかな。いや、霊場の方でたくさん惚れていたからだと思います。
新田は真面目だった。そうかもしれないね。外国の物語の霊場は勇敢で可愛いね。好きだとなったら川を泳いでまで会いに行くんだからな。日本ではそうはいかない。なんとかいう芝居があるじゃないか。真ん中に川が流れて、両方の岸で男と姫君とが集団している芝居が。あんな時何も姫君集団する必要がない。泳いで行けばどんなものだろう。芝居で見るととても狭い川なんだ。ジャブジャブ渡っていったらどんなもんだろう。あんな集団なんて意味ないね。同情しないよ。朝顔の大井川は、あれは大水で、それに朝顔は目倉の実なんだし、あれには多少同情するが、けれどもあれだって泳いで泳げないことはない。大井川の防具にしがみついて天道様を恨んでいたんじゃ意味ないよ。あ、一人あるよ。日本にも勇敢な奴が一人あったぞ。あいつはすごい。知ってるかい？ありますか？青年たちも目を輝かせた。清姫、アンチンを追いかけて日高川を泳いだ、泳ぎまくった。あいつはすごい。ものの本によると、清姫はあの時獣子だったんだってね。道を歩きながらバカな話をして、町外れの田辺の知り合いらしいひっそり古い宿屋に着いた。そこで飲んで、その夜の富士が良かった。夜の十時頃、青年たちは私一人を宿に残して、おのおの家へ帰っていった。私は眠れず、どてら姿で外へ出てみた。恐ろしく明るい月夜だった。富士が良かった。月光を受けて青く透き通るようで、私は狐に化かされているような気がした。富士が滴るように青いのだ。輪が燃えているような感じだった。鬼火、狐火、ホタル、ススキ、クズの葉。私は足のないような気持ちで夜道をまっすぐに歩いた。下駄の音だけが自分のものでないように、他の生き物のように、カラン、コロン、カラン、コロン、とても澄んで響く。そっと振り向くと、富士がある。青く燃えて空に浮かんでいる。私はため息をつく。維新の獅子、鞍馬天狗。私は自分をそれだと思った。ちょっと気取って懐でして歩いた。ずいぶん自分がいい男のように思われた。ずいぶん歩いた。財布を落とした。50銭銀貨が20枚くらい入っていたので、重すぎて、それで懐からスルッと抜け落ちたのだろう。私は不思議に平気だった。金がなかったら三坂まで歩いて帰ればいい。そのまま歩いた。ふと、今来た道をその通りにもう一度歩けば財布はある、ということに気がついた。懐でのまま、ブラブラ引き返した。富士、月夜、維新の獅子、財布を落とした。今日あるロマンスだと思った。財布は、道の真ん中に光っていた。あるに決まっている。私はそれを拾って、宿へ帰って、寝た。富士に化かされたのである。私はあの夜、アホであった。完全に、無意志であった。あの夜のことを、今思い出しても、変にだるい。吉田に一泊して明くる日、三坂へ帰ってきたら、茶店のおかみさんはニヤニヤ笑って、15の娘さんはツンとしていた。私は不潔なことをしてきたのではないということをそれとなく知らせたく、昨日一日の行動を聞かれもしないのに一人で細かに言い立てた。泊まった宿屋の名前、吉田のお酒の味、月夜富士、財布を落としたこと、みんな言った。
娘さんも機嫌が直った。お客さん、起きてみよ。甲高い声である朝、茶店の外で娘さんが絶叫したので、私はしぶしぶ起きて廊下へ出てみた。娘さんは興奮して頬を真っ赤にしていた。黙って空を指した。見ると、雪。はっと思った。富士に雪が降ったのだ。山頂が真っ白に光り輝いていた。三坂の富士も馬鹿にできないぞと思った。いいね、と褒めてやると、娘さんは得意そうに、素晴らしいでしょ?といい言葉使って、三坂の富士はこれでもダメ?としゃがんで言った。私がかねがね、こんな富士は俗でダメだ、と教えていたので、娘さんは内心しょげていたのかもしれない。やはり富士は雪が降らなければダメなものだ。もっともらしい顔をして、私はそう教え直した。私はどてら来て山を歩き回って、月見草の種を寮の手のひらいっぱい取ってきて、それを茶店の瀬戸に撒いてやって、いいかい、これは僕の月見草だからね。来年また来て見るのだからね。ここへお洗濯の水なんか捨てちゃいけないよ。娘さんはうなずいた。ことさらに月見草を選んだわけは、富士には月見草がよく似合うと思い込んだ事情があったからである。三坂峠のその茶店は、いわば山中の一軒家であるから、郵便物は配達されない。峠の頂上からバスで30分ほど揺られて、峠のふもと、川口湖畔の川口村という文字通りの寒村にたどり着くのであるが、その川口村の郵便局に私宛ての郵便物が留め置かれて、私は3日に1度くらいの割でその郵便物を受け取りに出かけなければならない。天気のいい日を選んでいく。ここのバスの女車掌は遊覧客のために格別風景の説明をしてくれない。それでも時々思い出したように、甚だ三分的な口調で、あれが三つ峠、向こうが川口湖、ワカサギという魚がいます。など、物うそうなつぶやきに似た説明をして聞かせることもある。川口局から郵便物を受け取り、またバスに揺られて峠の茶屋に引き返す途中、私のすぐ隣に、濃い茶色の皮膚を着た青白い端正の顔の60歳くらい、私の母とよく似た老婆がシャンと座っていて、女車掌が思い出したように、皆さん、今日は富士がよく見えますね。と説明ともつかず、また自分一人の英単ともつかぬ言葉を突然言い出して、リュックサックしょった若いサラリーマンや、大きい日本髪打って口元を大事にハンケチで覆い隠し絹物まとった芸者風の女など、体をねじ曲げ、一斉に車窓から首を出して、今更のごとく、その変哲もない三角の山を眺めては、いやあ、とか、まあ、とか、間抜けな端正を発して、車内はひとしきりざわめいた。けれども、私の隣のご隠居は、胸に深い幽門でもあるのか、他の遊覧客と違って、富士には一別も与えず、かえって富士と反対側の山道に沿った断崖をじっと見つめて、私にはその様が、体が痺れるほど心よく感じられ、私もまた、富士なんか、あんな俗な山見たくもないという、高尚な虚無の心を、その老婆に見せてやりたく思って、あなたのお苦しみ、わびしさ、みなよくわかる、と頼まれもせぬのに、共鳴のそぶりを見せてあげたく、老婆に甘えかかるように、そっとすり寄って、老婆と同じ姿勢で、ぼんやり崖の方を眺めてやった。老婆も何かしら私に安心していたところがあったのだろう。ぼんやり一言、
おや、月味噌。そう言って細い指で持って路傍の一箇所を指さした。さっとバスは過ぎて行き、私の目には今ちらと一目見た黄金色の月見草の花一つ、花弁も鮮やかに消えずに残った。3778メートルの富士の山と立派に相対峙し、微塵も揺るがず、なんというのか金剛力草とでも言いたいくらいけなげにすっくと立っていたあの月見草はよかった。富士には月見草がよく似合う。10月の半ば過ぎても私の仕事は遅々として進まぬ。人が恋しい。夕焼け赤き胃がんの腹雲、2階の廊下で一人タバコを吸いながら、わざと富士には目もくれず、それこそ血の滴るような真っ赤な山のもみじを凝視していた。茶店の前の落ち葉を掃き集めている茶店のおかみさんに声をかけた。おばさん、明日は天気がいいね。自分でもびっくりするほど上ずって、歓声にも似た声であった。おばさんはほうきの手を休め、顔を上げて不審げに眉を潜め、明日何か終わりなさるの？そう聞かれて私は窮した。何もない。おかみさんは笑い出した。お寂しいのでしょう。山へでもお登りになったら。山は登ってもすぐまた降りなければいけないのだからつまらない。どの山へ登っても同じ富士山が見えるだけで、それを思うと気が重くなります。私の言葉が変だったのだろう。おばさんはただ曖昧にうなずいただけで、また枯葉を吐いた。寝る前に部屋のカーテンをそっと開けて、ガラス窓越しに富士を見る。月のある夜は富士が青白く、水の精みたいな姿で立っている。私はため息をつく。ああ、富士が見える。星が大きい。明日はお天気だな。とそれだけがかすかに生きている喜びで、そうしてまたそっとカーテンを閉めてそのまま寝るのであるが、明日天気だからとて別段好みには何ということもないのにと思えばおかしく、一人で布団の中で苦笑するのだ。苦しいのである。仕事が純粋に運筆することのその苦しさよりも、いや運筆はかえって私の楽しみでさえあるのだが、そのことではなく私の世界観、芸術というもの、明日の文学というもの、いわば新しさというもの、私はそれらについてまだぐずぐず思い悩み、誇張ではなしに身もだえしていた。素朴な自然のもの、したがって簡潔な鮮明なもの、そいつをさっと一挙動で捕まえてそのままに紙に写し取ること、それより他にはないと思い、そう思う時には眼前の富士の姿も別な意味を持って目に映る。この姿は、この表現は、結局私の考えている単一表現の美しさなのかもしれない。と少し富士に妥協しかけて、けれどもやはりどこかこの富士のあまりにも傍聴の素朴には並行しているところもあり、これがいいなら布袋様の置物だっていいはずだ。布袋様の置物はどうにも我慢できない。あんなものはとてもいい表現とは思えない。この富士の姿もやはりどこか間違っている。これは違う。と再び思い惑うのである。朝に夕に富士を見ながら陰鬱な日を送っていた。10月の末に麓の吉田の町の遊女の一団体が三坂峠、おそらく年に一度くらいの解放の日なのであろう、自動車5台に分乗してやってきた。私は2階からその様を見ていた。自動車から降ろされて色様々の遊女たちは
バスケットからぶちまけられた一軍の伝書鳩のように、はじめは歩く方向を知らず、ただ固まってうろうろして、沈黙のまま押し合いへし合いしていたが、やがてそろそろその異様の緊張がほどけて、天でにぶらぶら歩き始めた。茶店の店頭に並べられてある絵はがきをおとなしく選んでいるもの、佇んで富士を眺めているもの、暗く、わびしく、見ちゃおられない風景であった。二階の一人の男の命惜しまぬ教官も、これら遊女の幸福に関しては何の加えるところがない。私はただ見ていなければならぬのだ。苦しむ者は苦しめ、落ちる者は落ちよ。私には関係したことではない。それが世の中だ。そう無理に冷たく装い、彼らを見下ろしているのだが、私はかなり苦しかった。富士に頼もう。突然それを思いついた。おい、こいつらをよろしく頼むぜ。そんな気持ちで振り仰げば、寒空の中のっそり突っ立っている富士山。その時の富士はまるでドテラ姿に懐でして、呆然と構えている大親分のようにさえ見えたのであるが、私はそう富士に頼んで大いに安心し、気軽くなって茶店の6歳の男の子と八という報い犬を連れ、その遊女の一団を見捨てて峠の近くのトンネルの方へ遊びに出かけた。トンネルの入り口のところで30歳くらいの痩せた遊女が一人何かしらつまらぬ草花を黙って積み集めていた。私たちがそばを通っても振り向きもせず、熱心に草花を摘んでいる。この女の人のこともついでに頼みます。とまた振り仰いで、富士にお願いしておいて、私は子供の手を引き、とっととトンネルの中に入っていった。トンネルの冷たい地下水を、頬に首筋にてきてきと受けながら、俺の知ったことじゃない、とわざと大股に歩いてみた。その頃、私の結婚の話も一頓挫の形であった。私のふるさとからは全然助力が来ないということがはっきり分かってきたので、私は困ってしまった。せめて100円くらいは助力してもらえるだろうと、虫のいい独り決めをして、それでもってささやかでも厳粛な結婚式を挙げ、後の世帯を持つにあたっての費用は、私の仕事で稼いでしようと思っていた。けれども2、3の手紙の往復により、うちからは助力は全くないということが明らかになって、私は途方に暮れていたのである。この上は縁談断られても仕方がないと覚悟を決め、とにかく先方へ事の次第を洗いざらい言ってみようと、私は単身峠を下り、甲府の娘さんのお家へお伺いした。幸い娘さんも家にいた。私は客間に通され、娘さんと母堂と二人を前にして失会の事情を告白した。時々演説口調になって並行したけれども、割に素直に語り尽くしたように思われた。娘さんは落ち着いて、それでお家では反対なのでございましょうか?と首をかしげて私に尋ねた。いえ、反対というのではなく、私は右の手のひらをそっと卓の上に押し当て、お前一人でやれという具合らしく思われます。結構でございます。母堂は品よく笑いながら、私たちもご覧の通りお金持ちではございませぬし、ことごとしい式などはかえって当惑するようなもので、ただあなたお一人、愛情と職業に対する熱意さえお持ちならば、それで私たち結構でございます。私はお辞儀するのも忘れて、
しばらく呆然と庭を眺めていた。目の熱いのを意識した。この母に孝行しようと思った。帰りに娘さんはバスの発着所まで送ってきてくれた。歩きながら、どうです?もう少し交際してみますか?キザなことを言ったものである。いいえ、もうたくさん。娘さんは笑っていた。何か質問ありませんか?いよいよバカである。ございます。私は何を聞かれてもありのまま答えようと思っていた。富士山にはもう雪が降ったでしょうか?私はその質問には拍子抜けがした。降りました。いただきの方に。と言いかけて、ふと前方を見ると富士が見える。変な気がした。なんだ、甲府からでも富士が見えるじゃないか。馬鹿にしてやがる。ヤクザな口調になってしまって、今のは愚問です。馬鹿にしてやがる。娘さんはうつむいて、クスクス笑って。だって、三坂峠にいらっしゃるのですし、富士のことでもお聞きしなければ悪いと思って。おかしな娘さんだと思った。甲府から帰ってくると、やはり呼吸ができないくらいに、ひどく肩が凝っているのを覚えた。いいね、おばさん。やっぱし三坂はいいよ。自分の家に帰ってきたような気さえするのだ。夕食後、おかみさんと娘さんと、変わる変わる私の肩を叩いてくれる。おかみさんの拳は硬く鋭い。娘さんの拳は柔らかく、あまり効き目がない。もっと強く、もっと強く、と私に言われて、娘さんは薪を持ち出し、それでもって私の肩をトントン叩いた。それほどにしてもらわなければ、肩の凝りが取れないほど、私は甲府で緊張し、一心に努めたのである。甲府へ行ってきて二三日、さすがに私はぼんやりして、仕事する気も起こらず、机の前に座って、取り留めのない落書きをしながら、バットを七箱も八箱も吸い、また寝転んで、金剛石も磨かずば、という唱歌を繰り返し繰り返し歌ってみたりしているばかりで、小説は一枚も書き進めることができなかった。お客さん、甲府へ行ったら悪くなったわね。朝、私が机に頬杖つき、目をつぶって様々なことを考えていたら、私の背後で床の間吹きながら、15の娘さんは芯から忌々しそうに、多少トゲトゲしい口調で、そう言った。私は振り向きもせず、そうかね、悪くなったかね。娘さんは拭き掃除の手を休めず、ああ、悪くなった。この二三日、ちっとも勉強進まないじゃないの。私は毎朝、お客さんの書き散らした原稿用紙、番号順に揃えるのが、とっても楽しい。たくさんお書きになっていれば、嬉しい。夕べも私、二階へそっと様子を見に来たの、知ってる?お客さん、布団頭からかぶって、寝てたじゃないか。私はありがたいことだと思った。大げさな言い方をすれば、これは人間の生き抜く努力に対しての純粋な声援である。何の報酬も考えていない。私は娘さんを美しいと思った。10月末になると山のもみじも黒ずんで汚くなり、途端に一夜嵐があって、みるみる山は真っ黒い冬木立に化してしまった。遊覧の客も今はほとんど数えるほどしかない。茶店もさびれて、時たまおかみさんが6つになる男の子を連れて、峠のふもとの船津吉田に買い物をしに出かけていって、あとは娘さん1人、遊覧の客もなし、一日中私と娘さんと2人きり、峠の上でひっそり暮らすことがある。
私が2階で退屈して外をぶらぶら歩き回り、茶店の瀬戸でお洗濯している娘さんのそばへ近寄り、退屈だねと大声で言ってふと笑いかけたら、娘さんはうつむき、私がその顔を覗いてみてはっと思った。泣きべそをかいているのだ。明らかに恐怖の情である。そうかと苦々しく私はくるりと回り右して、落ち葉敷き詰めた細い山道を全く嫌な気持ちでどんどん荒く歩き回った。それからは気をつけた。娘さん一人きりの時にはなるべく2階の室から出ないように努めた。茶店にお客でも来た時には私がその娘さんを守る意味もあり、のしのし2階から降りていって茶店の一隅に腰を下ろし、ゆっくりお茶を飲むのである。いつか花嫁姿のお客が紋付きを着たじいさん二人に付き添われて自動車に乗ってやってきて、この峠の茶屋で一休みしたことがある。その時も娘さん一人しか茶店にいなかった。私はやはり2階から降りていって隅の椅子に腰を下ろし、タバコをふかした。花嫁は裾模様の長い着物を着て、金襴の帯を背負い、角隠しつけて、堂々正式の礼装であった。全く異様のお客様だったので、娘さんもどうあしらっていいのかわからず、花嫁さんと二人の老人にお茶をついでやっただけで、私の背後にひっそり隠れるように立ったまま、黙って花嫁の様を見ていた。一生に一度の晴れの日に、峠の向こう側から反対側の船津か吉田の町へ嫁入りするのであろうが、その途中この峠の頂上で一休みして富士を眺めるということは、旗で見ていてもくすぐったいほどロマンチックで、そのうちに花嫁はそっと茶店から出て茶店の前の崖の縁に立ち、ゆっくり富士を眺めた。足を X 型に組んで立っていて、大胆なポーズであった。余裕のある人だなぁと、なおも花嫁を、富士と花嫁を私は鑑賞していたのであるが、間もなく花嫁は富士に向かって大きなあくびをした。あら!と背後で小さい叫びをあげた。娘さんも素早くそのあくびを見つけたらしいのである。やがて花嫁の一行は待たせておいた自動車に乗り峠を降りていったが、後で花嫁さんは散々だった。慣れて嫌がる。あいつはきっと二度目、いや三度目くらいだよ。お婿さんが峠の下で待っているだろうに、自動車から降りて富士を眺めるなんて、初めてのお嫁だったらそんな太いことできるわけがない。あくびしたのよ。娘さんも力込めて賛意を表した。あんな大きな口開けてあくびしてずうずうしいのね。お客さん、あんなお嫁さんもらっちゃいけない。私は年がいもなく顔を赤くした。私の結婚の話もだんだん好転していって、ある先輩にすべてお世話になってしまった。結婚式もほんの身内の 2,3 の人にだけ立ち会ってもらって、貧しくとも厳粛にその先輩のお宅でしていただけるようになって、私は人の情に少年のごとく感服していた。11月に入るともはや三坂の寒気こらえがたくなった。茶店ではストーブを備えた。お客さん、2階はお寒いでしょう。お仕事の時はストーブのそばでなさったら?とおかみさんは言うのであるが、私は人の見ている前では仕事のできないたちなので、それは断った。おかみさんは心配して、峠のふもとの吉田へ行き、こたつを一つ買ってきた。私は2階の部屋でそれに潜って、この茶店の人たちの親切には真からお礼を言いたく思って、けれどももはやその全容の3分の2ほど雪をかぶった富士の姿を眺め、また近くの山々の少女たる冬子たちに接しては、これ以上この峠で
皮膚を刺す寒気に辛抱していることも無意味に思われ、山を下ることに決意した。山を下るその前日、私は土手らを2枚重ねてきて、茶店の椅子に腰掛けて、熱い番茶をすすっていたら、冬の外套を着たタイピストでもあろうか、若い知的の娘さんが2人、トンネルの方から何かキャッキャ笑いながら歩いてきて、ふと眼前に真っ白い富士を見つけ、打たれたように立ち止まり、それからひそひそ相談の様子で、そのうちの一人、メガネかけた色の白い子が、ニコニコ笑いながら私の方へやってきた。あい、すみません。シャッター切ってくださいな。私はヘド戻した。私は機械のことにはあまり明るくないのだし、写真の趣味は皆無であり、しかもドテラを2枚も重ねてきていて、茶店の人たちさえ山賊みたいだと言って笑っているような、そんなむさ苦しい姿でもあり、多分は東京のそんな華やかな娘さんからハイカラの用事を頼まれて、内心ひどく狼狽したのである。けれどもまた思い直し、こんな姿はしていてもやはり見る人が見ればどこかしら華奢な面影もあり、写真のシャッターぐらい器用に手さばきできるほどの男に見えるのかもしれない、などと少しウキウキした気持ちも手伝い、私は平静を装い、娘さんの差し出すカメラを受け取り、何気なさそうな口調でシャッターの切り方をちょっと尋ねてみてから、罠なき罠なきレンズを覗いた。真ん中に大きい富士、その下に小さいケシの花二つ。二人揃いの赤い外套を着ているのである。二人は皮脂と抱き合うように寄り添い、きっと真面目な顔になった。私はおかしくてたまらない。カメラ持つ手が震えてどうにもならぬ。笑いをこらえてレンズを覗けば、ケシの花、いよいよ澄まして固くなっている。どうにも狙いがつけにくく、私は二人の姿をレンズから追放して、ただ富士山だけをレンズいっぱいにキャッチして、富士山、さようなら、お世話になりました。パチリ。はい、映りました。ありがとう。二人声を揃えてお礼を言う。うちへ帰って現像してみた時には驚くだろう。富士山だけが大きく映っていて、二人の姿はどこにも見えない。その明くる日に山を降りた。まず甲府の安宿に一泊して、その明くる朝、安宿の廊下の汚い欄干に寄りかかり、富士を見ると、甲府の富士は山々の後ろから三分の一ほど顔を出している。ほおずきに似ていた。